皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年9月24日、11時24分、今日、昨日の撮影の続きで老朽化した建物の撮影をしに行ったんですけども、解体しなければならないであろうと思われる建物、自分なりにしっかりと考えて、撮影したつもりです。物干し竿は出てなかったんで、まずその映像で間違いないです。だけども、今日警察官の人に言われたのは、トラブルになるから撮影するのをやめてくれって言われたんです。ですので、こちらの方では対応不可となりました。で、その総理いや内閣の方たちや他の国会議員の方たちにもご理解していただきたいんですが、建てすぎてる新しい建物とかも削除いたします。回収できる金属の地点も結局それは通報でなんとかなるのかな。状況によっては削除しなければならなくなりますね。あの動画の内容を見ていただいた方何人いらっしゃいました？国会議員の方で老朽化して解体しなければならない建物、有馬温泉のせっかく撮影しに行った努力も結局無駄になりそうですね。お手上げですね。岸田さんが僕に電話連絡してくれないのも正直理解できませんし、他の国会議員の方もそうですけども一人もいない、相手にされていない、まずいですね。またもう泣いてきてますね、心が。どこまで持ちこたえれるかどうかわからないですけども、自然再生かなりいろんな、いろんな部分で限界が、昔と同じかもしれないですね。その、結局何もかも無駄だったのかということで、あとずっと建築屋さんが建物を建てて、で空き家増やして、世の中エネルギーの輸入が止まって終わり。一応今日その近隣の住民と思われるものがその建物に住んでるって言ってたんですよ。でとてもそれは本当のことだとは思えない。でその中のメンバーの何人かは、僕の家の近くまで、喧嘩売りに来た人間であって、有野第一タウンハイツの、集会所かな、その辺とかにも混ざっていたのかな。解決の糸口見つからないですね。政府の方でその空き家とか その老朽化した建物を解体しない理由、中で死体化してる人たちいっぱいいるでしょう。100歳以上の人が何万人も存在してる時点で絶対そうだと思いますよ。これも有馬警察署の人たちにメッセージとして伝えてください。本当は家屋を調査する行政の人とかは写真を撮ったりとか、建物
そのようなことをしてよかったはずなんですけどね。自分の身の回りの方で100歳以上の方いらっしゃいました。それでも何か行政の中で変な考え方を持ってる人いません？その方法でその年金が世に出回るとか。本当に100歳以上の人が何万もいるんですよ、データ上。いるわけないでしょ、それはいくらなんでも。100歳以上ですよ。何もかも個人情報方法が出来上がってから、何もかもが総崩れになってしまったような気はしますね。ただまあ今日その近隣住民が通報してずっと走ってるおじいさんの方なんですけども、そこで住んでるって言い張ってたんですけども、それが本人たちが知ってるのか知ってないのか、何年前に住んでたのか、でその本人たちが言うにはなぜベルを押さないんだとか、そういうことを言ってきたんですよ。でその方法だったら無理あるでしょう。その人がもし住んでいたとしても外出中だったりしたらわからないでしょう。法務局の人たちもそこの土地建物持ち主は分かるけども、どうなってるかは分からない、これが答えなんですよ。だから死体化してその一人暮らしのケースで、仮にもし結婚していたとして子供がいたとしても離れて暮らしていて介護から逃げ出した人たちなんか世の中いっぱいいるから、そのまま一人で家でお亡くなりになられてる方たちも結構いらっしゃると思います。そもそも出生率 2% で人口横ばいなんですよ。半分ぐらいの人しか結婚子育てたどり着けてなかった。で今は出生率は 1.27 で3分の1以下の人しか、結婚出産にたどり着けてない。でこれは世界中でものすごいスピードで出生率が低下してるんですよ。だから国連とかでもこのままでは世界が滅んでしまうっていう議論を交わされているのは、それは冗談で言ってるんじゃないんですよ。アメリカの政府上層部の人でも一部の人はそのこのままでは日本は滅んでしまうとか、そういう話は冗談で言ってるんじゃなくて、韓国なんかひどいですよ。だいぶ前から出生率 0.8% ですから、もう今何パーセントか分からない。で2045年には65歳以上の人は 50% 以上まず超えるでしょうね。もうそんな社会になったらどうなってるか分からない、本当に。その建物を放置しっぱなしにしてる、誰も解体しない、これよその国でも起きてる現象なんですよ。せっかく撮影した内容は全て無駄になって、であの辺りは西宮市になるのかな、有馬川を越えてのところ、西北インターチェンジなんですけども、あの辺りで何か丘を切り開いてましたけども、してること全く無駄なんですよ。私のホームページ淡井圭介のかまど発電っていうところを見てもらったらよくわかります。竹がその放っておいても生えてくるっていう、そういう性質を考えて根っこから生えてきますから、他の青い竹が残ってたらね。だから枯れてる竹とかすごく撮影してるんですけども、そういうのを集めてきて、運動部のある高校や大学で時間給をしっかりと払ってあげて、今は売電がありますから、売電というシステムが、発電すると。エネルギーの残存量は
世界国勢図で2014年から15年のこのデータでは残り採掘可能な年数は59年で、2023年度版買いました。それは一時停止をしてご自分で見てください。今ちょっと警察官の人に向けて言ってます。ホームページは YKSK の駅の36番、2023年のデータでは可能な採掘の年数は54年になってるんですよ。自然再生可能エネルギーを普及させて少し先延ばしにしてるんです。でその採掘可能埋蔵量はずっと掘っていくことを計算に入れての話なんですよ。で出てきたら数字として組み込むなんですよ。だと思いますよ。なぜなら2022年の消費量だと50年分でその採掘可能埋蔵量技術的にオーバーしてるんですよ。100億キロリットル以上。キロリットルとは1000リットルのことです。だから今日駆けつけてくれたその最初の1名の警察官の方は心ある警察官の方だと見受けられました。でもう一人、あとで2名駆けつけた警察官の方は僕が日々どういうふうなことをしていて、また1名の警察官がね調子云々のことを言い始めたんです。だからその警察官も眼鏡をかけた警察官の人は良い人でした。でいろんな警察官の方が警察署長本当は見せなきゃならないじゃないですか、法律的に。だけどもみんなもうそれもう何十年も前からしてくれなくなったから、しかも見せたところでフルネームじゃないでしょう。同じような名前の人っていっぱいいるから、その眼鏡かけてる警察官の方は良心的で、その別の警察官のことをその後から駆けつけた警察官のことを悪い警察官ですねってちゃんと言ってくれていました。だから、僕も正直もう今ちょっとかなり、対応できることとできないことでもう限界感じてますね。このままだったらまたみんなほったらかしになるんじゃないですか。で物流センターのところ、物流センターの中にもともと物流センターがあって、最初黒猫大和さん一つだったのが物流センターの中にその辺が二つになってるんですよ。夕方歩いてみましたけどもガラガラでした、働いてる人。それが現実で、もともとそこに、仕事回し上げたらよかっただけだったんじゃないのっていう話になるんですよ。他にも物流関係の会社ありますから、トラックはちゃんと出入りできて倉庫になってるところ。でもこうやって子供が来るでしょう。ありの代で何かそういうふうな通報した人間で自分たちの方が向こうが違法側だとか、そういうふうな形で変な認識を子供の頃から持ってこの手に負えない地域が出来上がってしまったっていうことになってるますね。今年年末に皇居行って何も進まない可能性はありますね。それが現実だから。だから通報者の老人なんか人の話なんか全く聞かないし、で正直ちょっと
言葉の受け答えでしっかりとこちらの言ってる内容をしっかりと認識できてなかったから、あ、トラックのドライバーだったみたいですね。さっき2階を走っていった走り音が聞こえましたけど、でまあ今こちらの状況を他にも伝えておきますね。ちょっと待ってください。今おかしな現象が起きてます。運転免許証の、資格を本当にこのものに持たせていて良いのかっていうことで、兵庫県警の、本部交通部運転免許課、高齢運転者等支援相談係、まあ、こういったところからその封筒が送られてきて、その精神病院で診断書もらって車を運転していいかどうか、それを、警察に届け出なさいっていう内容の書類が来てたんですよ。で、これをここに電話かけたんですよ。あ、今警察署に聞きに行って。で、来週郵送するって言ったのが先々週なんですよ。先々週かもう先週だけども書類届いてない。盗まれてる可能性がある。もうがんじがらめですね。これこのままだったら期間迎えた時どうなるのか、警察の方で何か、特に問題がないっていうことになったならなったのも通知が欲しいですし、けどそんな通知来てないです。で、昔からこの件の話聞いたことあります。警察官が事後経過を全然伝えてくれないっていう内容なんですけども、だからこの話を聞いて有馬警察署の方たちどう思われますか、その運転免許証の件の話で。やっぱりみんな自分の方から率先して警察手帳を見せるっていう話だったじゃないですか。だからもうちょっと精神的にも頑張る目標っていうものを今失いかけてますね。何もかも頑張っても無駄なんじゃないかっていうところが、ただどこかでその河川水門開閉式玉発電とか地下水流トンネル発電を絶対しなきゃならないっていう方向性で、太陽光パネルも設置スピードはものすごく遅いですからね。生産体制が、工場が少ないから、採掘する現場が少ないからだと思いますよ。だったら兵庫県でも採掘したらいいじゃないかっていうのが僕の本音ですね。まあ、最後の方は、総理や内閣や国会議員の人たちへ向けての、言葉です。昨日の、まあ、だいぶ後になりましたけども、日本女子バレーボールで、日本が3セット取られて負けたのは、春山整骨院に3台の車が止まっていたからだと思いますよ。でも世界からの認識からすれば、春山整骨院が違法側であって、淡井圭介と
法的に対峙してある。でエロ業界の話は海外からもともと入ってきてる部分もある。コンビニエンスストア、 CCC、 カルチェア、オランダのフィリップス社、まあタバコってたところ、いやフィリップモリスで家計辿っていたら大体わかりますよ。ただ途中で政府でも記録はなくなっていくから、まあ世間からいろいろ言われるとその辺のところ隠そうとする。だから会社名は絶対書いてはならない。名前でわかるでしょ。いやもともとイギリスとヨーロッパってお互い往来昔からしてましたから、何百年前から。だからどうしても家計的にもそうなったりとかいろいろあるんでしょうけど、まあ阪神タイガースの試合の結果を見て分かった方ですね。で試合前のプロ野球速報の結果では、阪神タイガースを含めて昨日僕は日本女子バレーボールのその試合前の時に見た内容では全部試合終了だったんですよ。だデータ変えてこられてるから、だからあれはヤフーであって、プロ野球速報のソフトバンクなんですよ。で、阪神タイガースも取られてる得点が3点でしょ。で、女子バレーボールも3セット取られてるでしょ。全部話繋がってきてるでしょ。これは本当の話で、もう少し言うと日本代表の髪の毛金髪に染めてる東野だったかな、彼はそこの春山整骨院の営業時間の表を、撤去しに来ましたね。でもともとそんなに遅くまで営業したらダメだったはずですよ。だからコンビニエンスストアが社会全体を大きく壊したっていうのはまず間違いないんですよ。DMM も調べなきゃならなかった。そこエロ業界で日本の漫画業界もそこにそういうこと組んでしまってるから、警察官の方でも今日その、駆けつけた警察官の中人に、まあ、エネルギーの残存量問題と、建てすぎてる建物の話と1000万件を超えてる、2011年の頃は600万件台だったのがずっと建物が建てっぱなしになってる。だからその建設業界とか議員が悪いみたいな話をある程度しています。それで本当に誰か、プライベートの時間帯で僕の家で、一緒に相談してくれる方いませんかって言ったら、一人もいません。無理だと思います。この社会体制。みんな逃げます。それは僕らのすることじゃないからとか、本当は横領事件だから警察官のする仕事。消費税これだけ上がりっぱなしになって、もう後の世代の人たちなんか本当にどうしようもなくなりますよ。人口はどうなっていくか説明しますよね。ある程度テレビでも本当に言ってますよ。70年だったような気がしますね。2070年にはこのペースだと日本人の人口は7000万人っていうことになってるんですよ。で7000万人まで到達してるっていうことは、生まれてきてる子供、例えば0歳から、40歳ぐらいまでの人はもうその時点ですごい数のままこう縮小、逆ピラミッド型で縮小していってますから、そこから先はもうどうしようもなくなるでしょうね。最低でも早く法改正とかをして、2070年で7000万人人口横ばいになるような、社会で無駄を省いた形でそうなる仕組みを考えなかったら、もうそうなったら手遅れでしょうね。その段階まで来ると
世界中同じような状況です。アメリカと中国も出生率 1.4% ぐらい、ロシアもそれぐらいだったと思います。もしかしたら下回ってるかもしれないですね。それは世界の出生率という検索ワードで出てくるんですけども、石油とか天然ガスとかはホームページや YKS 系の履歴をしっかりと見なかったら本当のことは分からないですよ。詳しいこと書いてますから。世界国勢税だけだったら無理です。いろんな情報をしっかりと現場の人たちがどう言ってるかとか、そういうふうな言葉を集めて、それで本当の真実にたどり着きますから。だから世界国勢税で天然ガスの 7割は石油の揮発したものなんて、そんなことどこにも書いてなかったと思うんですよね。もともと石油の採掘をしているときに、石油類は揮発しやすいんですよ、とても早く。で、もう石油ガスの完全に気化したところはガス田とかですから、で警察官もそういう知識を持てない人たちが多い。で公務員、一般的な公務員の人なんてほとんどの人たちがニュースなんて見てないって言ったりしてるんですよ。だから最初の方はニュース見て騙される部分もあります。で、テレビ局の人自体がその本当のことをよく分かってない。例えば NHK みんな税金の NHK ニュースウォッチ9なんですけども、数年後に、廃棄される太陽光パネルが60万トンほど出てくるっていうことを言ってるんですけども、だいぶ前から同じことずっと言ってるんですよ。それは大きな間違いです。太陽光パネル、いろんなタイプのものがありますけども、グラムの世界です。何十万トンいきそうと思いますか。屋根の上から空きですよ。ゴルフ場の件に関しては昔から僕は言ってました。ゴルフ場を太陽光パネルを設置するべきだって。ゴルフ場があったらそこに車に乗ってゴルフしに行く人たちが存在するでしょう。もともとそれは1990年バブルが崩壊した時に会社の金を使って遊ぶところを作っていたっていうことになるんですよ。でそこの会社関係の人間はゴルフしに行ったりしてるんですよ。だから接待ゴルフ、接待ゴルフって言われてたでしょ。余計し、ガソリンが消費するんですよ。だから電車の駅から降りて行けるところのゴルフ場だけでいいっていうことで、例えばゴルフ場だったらもともと兵庫県で135箇所ほどあったんですよ。ゴルフ場、横浜の方なんか、横浜の近く、神戸市かもしれない、横浜だったと思いますけども、横浜市じゃないですよ。加東市か三木市のどちらかです。三木市だったと思います。で、ゴルフ場があって、その隣にゴルフ場があって、その南の方にゴルフ場がある。むちゃくちゃですよ。そんなの。営業的に金銭的に持つわけがない。何か悪いことしなかったら。だから銀行お金を流し込み始める。破産法を使われる。で、みんなの税金が上がる。ずっとこの仕組みがあったから、少なくともサンダの、篠山市と隣接しているところのゴルフ場に関しては太陽光パネルの設置は、完了したみたいです。近年に。それはずいぶん前か、何回もSD カードを送りながら、安倍政権の時に、安倍さん知り合いでしたかな、その時に、企業の方が動いて設置するような形になりました。
もともとそこは倒産したみたいなんですけども、その空き地を使うような形で、まあ投資というような形でフィナンシャルグループ、どこかのフィナンシャルグループ、まあそれは調べたら分かるんですけども、まあそれはそれで、しっかりと、太陽光パネルを設置したゴルフ場として一覧表を作りたいなと思ってるんですけども、まあなかなか情報の書き集め方が難しいんですよ。検索ワードとか分からないですから。だから自然と流れてくるインターネット記事とかを、情報を、まあ、拾い集めるって言った方がいいですかね。もう集音とかそういう言葉使ってるからいいでしょう。だからもうそういうふうな形になるんですけど、ちょっともう手に負えないですね、いろんなことは。ただその最初一人で駆けつけてくれた1名の警察官の方は、しっかりと知識あって善意のある警察官の方だと思われます。でその3名のうちのその眼鏡をかけた善意のある警察官とは違う警察官が調子を聞いてきたんですけども、まあ、そこで僕が言ったのはね、じゃあジャニーズみたいになるって言うんですかって言ったら、その眼鏡をかけたすごく真面目そうな方は そこまで言ってないっていうことを言ってた、おっしゃってたんですね。で、その、もう調子の話やめましょう。もう現実と向き合ってるかどうかの話に変えましょう。本当に。で、本当のことがここまで分かって悩んでない方が、どうかしてますよ。現実から逃げすぎてるんですよ。以上です。もうすぐ、したら、データ、有馬温泉のところの解体対象の建物とか、データ消去をしなければなりません。問題ですか、建物を撮影しちゃダメだって言い始めたの。そんなむちゃくちゃなルール作られたら無理ですよ。以上です。あ、皆さん、チャンネル登録と、対応のほどよろしくお願いいたします。対応っていうのは、その個人情報保護法の撤廃だとか、特定機密保護法案の撤廃だとか、その老朽化している建物とかを探すために、その撮影をしているとか、そういうことは、大丈夫だというような形にしてもらった方がいいと思います。で、行政に頼まれたんですねって、その最初の善意あるメガネをかけている警察官の方がおっしゃってくれたんですけども、まあ後から思い出した方なんですけども、神戸地方裁判所 の北側に司法書士会館があるんですが、そこ の家屋 の調査をする部屋があるんですね。そこって小さな部屋なんですよ。だからあんまり人がいないっていうことはもう見た目でわかります。だから、まあまあそこの人たちが、教えてくれるんならこちらも対応しますけどもっていうことはおっしゃってくれてたのは思い出しました。まあ行政に頼まれたでもいいと思うんですけども。まあけども今の言葉の警察官との受け答えではもう削除するしかないですよね。以上です。皆さん、チャンネル登録と、着信通知来るように設定のほど、よろしくお願いいたします。やっぱりずっと文章化しようとしたら無理なんですよ。指の方が痛くなってパソコン打つの、あと目の方もなかなか持ちこたえられないですね。一日中ほとんどパソコン打ってる状態なんで、
1日1万文字、2万文字の文章を打ち込むのが正直限界ですね。それ以上できる人います？みんなもうその辺が無理でしょう。自分の食事用意したりとかで、家事とか。その僕の場合、情報を拾い集めなきゃならない状況もありますし。以上です。